西ドイツのキックオフ、試合開始です。よし、翼くん、ボールを奪った。それトップスピードで振り切る。あっと、翼くんシュートを打たない。途中で躊躇した。翼は分からない。あの時全く隙がないけど、どこに逃がれてしまう予感がシュートを打つ前に伝わってくるんだ。脇になっていてはダメだ。隙がなくても打つ。ゴールキーパーミューラーの弱点を見つけ出すためにも、勝利への道はそれしかないんだ。狙え、ドライブシュートだ。鋼鉄の巨人に通用しますか。翼のドライブシュート。そこのミューラーはどう守るんだ。そう、ワンハンドキャッチでわしづかみだ。驚きましたミューラー君。そのパワーで翼君のドライブシュートを難なく防ぎました。ミューラー、大した威力じゃないな。ミューラー君、それ、あ、横に出した。そら、スクス、パスを回す。カビソリタッチ。ソーダ君、よし、ボールを奪った。スパスを回す。ゴールを奪うにはどこにいる。俺のプライドとしての勘に。ここだ。しかし膝を落としてがっちり止めた。まさかミューラーの弱点に気づいた。いや、そんなことはない。何よりミューラーはその弱点をすでに克服している。もう別人ミューラーに資格はないんだ。まさか、しました、奴の股間抜けるかもしれんぞ。あくまで俺の勘だがな。ミューラー君、アルドビンキー君、パスを回します。ヒューガ君、よし、ボールを奪った。パスパス、それ翼君、一気に抜き去る。ドライブシュートは奴には通用しないぞ。ロングシュート、しかし得意のドライブシュートではなく、地を這うロングシュートだ。あ、はじいた。キーパーミューラー君、キャッチしとこだった。チャンス、キューガ君の言う通りだ。翼君、はじいたボールをもう一度シュートに行く。慌てているんだミューラー。今お前にもう弱点はないんだ。昔弱点だった、その潜在意識が残っているだけなんだ。キーパーのミューラー君、飛び出す。俺に回せ、ミューラー。シュナイダー、ぜミューラー君、
そのボールを直接キック。ああ、そのボールが走ってきた翼くんの顔面を直撃。この至近距離、思わぬアクシデントだ。翼くん、翼くん、大丈夫？大丈夫、ボールはいつでも友達だ。ボールはフリーになった。よし、いけ佐野くん。よし、ドリブルで突破していく。カットを出します。よし、よし、よし、キーパーには弱点はないのかもしれない。だけどゴールを奪えないキーパーなんてこの世にいるわけないんだ。行くぞ日向君。翼、お前も感じたのか。二人同時にシュートを面白いと思ったあの感じ。まさかこれは。翼と日向、心が通じ合わなければ打てないシュート。ライバル同士、今は同じチーム、名パートナーになっているのか。あっと、これはドライブシュートだ。タイガーショット。うわー、ヒューマン勝利にシュート。ドライブシュートとタイガーショットの合体、これはドライブタイガースインシュートだ。シュートがついに爆発。ドライブシュートとタイガーショットの鋭い回転が引き起こすすごいボールの揺れだ。ミューラー取れるぞ。ミューラー先生、ここだ。これは取った、取ったのか。このシュートを止めたのか、ミューラー君。なに、みんな、翼とヒューマのツインシュートまで。俺もまだまだ諦めはしないぞ。全日本のエーストライカーとしての面目にかけ、必ず奴からゴールを奪ってみせる。はっ、マガトー君、それマイヤー君。およし、ボールを奪った。よし、スピードに乗ったドリブル。ヒューガさん、わかってるな、タキシ。あと今度はリンゴ君と沢田君が同時にシュートに行く。東方ゴールデンペアによるオーバーヘッドとジャンピングボレーの合体シュート。いけー。そのシュートは俺には通用しないとさっき教えてやったはずだろう。こんなシュート簡単に。うっ、ボールは揺れながら大きくカーブ。これはシュートではなくパスだ。ヒューガさんと僕らキック力に差があるんだ。当然ボールは曲がる。そこに三崎くんが飛び込む。これは最初からゴール前に走る三崎くんへのパスだった。三崎くんのダイビングヘッド炸裂。しかし三浦くん目いっぱい手を伸ばしこのボールをキャッチ。三崎くん持ちこたえろ、俺が行く。翼くん行け。ブロックされた三崎くんのダイビングヘッドを後ろからドロップキック。なんだと。翼くん、三崎くんの体ごとボールに押し込んだ。やったぞ翼くん。ついにミューラーくんの牙城を突き破った。ボールは三崎くんの体ごと西ドイツのゴールへ。翼、お前ってやつは穴だったのに、そんなもの簡単に取れると判断して、その心の隙を突かれたのか。まだあんなに
敵を侮るとこういう目に遭う。西ドイツのキックオフ。よし、キックオフ。おう、パスを渡す。ボールを奪った。キックオフ。パスを回します。パスを出します。大会
の神、スーパーグレートゴールキーパー若林玄三くん。さすが若林くん、ナイスキャッチ。さすが若林、この俺のファイヤーショットでも2回に1回は止められてしまうんだ。しかし次は決めるぞ。俺が必ずゴールを奪ってみせる。パス、任せろ。ハルツくん、パスを回す。しかれ。
に？あ、ソエース君、前に出した。なに？ボールがラインを割りました。西ドイツのスローインになります。それアルドビッヒ君、よし、前に出した。シュナイダー君、赤い球に合わせる。なに？あー！
イツのキックオフ。ミレウス君、パスを回す。よし、翼君、ボールを奪った。パスを出します。スピードに
キックオフ。ミレウス君、よし。翼君、よし。ボールを奪った。パスを回し出せろ。トウ。ヒューガ君、よし。なんとか抜き去った。これがネオタイガーショットだ。ここで試合終了。
優勝、全日本ジュニアユース優勝決定。